どうもこんにちは、イサムです。日本ではフィットネスジム、アクションスタイルの運営やトレーナーをしていたり、ベトナムではサムライギャングというチームで国家イベントなどに出演して刀のパフォーマンスをしたり、大学や孤児院に招待されて交流会をしたり、それから日本から海外の方に向けてオンラインで刀を教えたりとか、そんなことをしております。今日はですね、今初台というところを歩いておりまして、あのパーソナルレッスンにね、向かう途中でこの音声を録音しております。で、今日のタイトルというか、まあテーマというのは、不可能をなくすことによって新しいものが出来上がっていくみたいな、そんな感じのテーマだと思うんですけど、まあこれはね、僕がもともとアクション俳優という仕事をしていまして、で、まあ左膝の前十字を断裂して、で、動けなくなったんで、それを退いてですね、アクションスタイルジムというフィットネスジムを立ち上げたわけですが、僕はそもそも、自重トレーニングをやっていまして、で、もともとはですね、ずっとウェイトトレーニングっていう、まあ、マシンを使った重いものを持ち上げるっていうことを頑張ってたんですけど、まあ、そしたら体がものすごく大きくなって、で、大きくなった時に、まあ、衣装が着れなかったりとか、やっぱりこのアクションをする上でスタイルがすごくかっこ悪いなってことで、その重いものでやるトレーニングをやめて、そこから自重トレーニング、自分の体重を使うトレーニングに切り替えたんですね。なのでうちのジムは全て自重トレーニングで、やります。そして、まあ、最後はね、アクションの動きを使ったミットっていうのを取り入れてます。まあ、格闘技とアクションの大きな違いっていうのがあって、格闘技っていうのは当てて倒す競技なんですけど、アクションっていうのは見せる競技ですね。人に見てもらった時にかっこいいとか痛そうだなって思わせる、演技が入るものになります。なので本当にね、例えば格闘技だったら隙なく直線、一直線にパンチを繰り出す。アクションで言うと大きく分かりやすく痛そうにパンチを繰り出す。もう全然違うんですね、体の使い方が。で、僕はアクションの動きをミットに取り入れたものをやっています。はい。で、トレーナーがですね、まあ、ミットとグローブを、持ち歩いて出張するわけなんですね。うちはコロナ明けから完全出張に切り替えたので、どこにでも出張しますっていうスタイルを、取っています。で、ここでね、もともとはスタジオがあったんですね。まあ、店舗型だったんですよ。で、それを完全出張に、まあ、切り替えたわけなんですけど、まあ、もちろんそれは、最初から出張にしようと思ってたわけではなくて、出張っていうのを始めたらそっちの方が需要があったっていうことだったんですけどね。なので、だったら店舗をね、借りるお金が毎月かかるではなくて、出張する。もちろんその出張代とかさ、近くのレンタルスタジオを借りたりもするので、もうスタジオ代とかはもちろんかかるんですけれども、まあ固定費じゃなくなるんで、まあそれの方がいいなということでそうしてるわけなんですが、その出張に行く場所が本当に様々なんですよ。で、僕たちがやっているジムのトレーニングは本当に狭いところでもうできる。そして床がどんな状態であっても大体できるものが揃ってるんですね。ただこれはね、狙ってやったわけじゃなくて、まあそういうトレーニングメニューを最初に作っていた、幸いっていう感じです。なのでお客さんからここに来てもらうこともできるとか言われたら、あ、大丈夫ですよってすぐに即答できるんですよ。そう、これは出張めがけてどこでもできるものにしようって思って作ったものではなかったんですね。で、本当にこんなとこでやる人もいるんだっていう、僕も驚くぐらい。例えば病院とかね、営業終わりの病院だったり、営業前の美容室だったり、それからマンションについているジムだったり、もちろん家だったり、それから
マッサージ師の人がマッサージルームでトレーニングをしたいと言ったりするわけです。で、僕はそこは無理ですって言ったことは一度もないんですね。これそこはだ無理かもしれないなって思うところはあったりしたんですよ。例えば写真を見せてもらって、うわ狭すぎるわとか、あと逆にジムだったら、あこれはミットをやるスペースはないなとかね、例えばですよ、そういうふうに思ったこともあるんですけど、大丈夫っすよって言って行って何とかするっていうふうにやってきたんですね。で意外と何とかなるし、できることって山ほどあるからね、トレーニングっていうのは。まあその場所に応じたものを、やらせてもらうんですけど、だから、ミットをやらない人も例外でいます。はい、それはまあスペースの問題だったり、あと他にね、その部屋でトレーニングをしている人がいたりもするので、そうするとうるさくなっちゃうから、今日はやめましょうとか、そういうこともあり得ると。そこで思ったのが、まあこれよく言ってるんですけど、最初から想像することは難しいですよね。例えば僕がアクションスタイルを立ち上げた時に、3年後から完全出張になるなっていう想像はできないです。なぜならばコロナが来ると想像もできなかったからですね。そういう想像はできないんですよ。だし、じゃ出張に切り替えた時に、狭い美容室でやるトレーニングメニューを作ろうなんてことはできないわけですよ。じゃあなんで今ね、それでもレッスン続けてくれてる人たちがいてくれるのかなって考えた時に、難しいかもなと思っても、とりあえずもう絶対可能にするっていう、不可能はないみたいな、その域でやってるから良かったんじゃないかなって思うわけです。そうで、これはまあトレーニング、ジムのことで考えるとそうなので、ということは他のことも一緒だと思うんですよ。だから、で例えばね、こういろんなね、事業とか、まあ、いろんなこうめがけてるものが達成できてる人たちって、僕なんかよりも不可能が少ないと思うんですね。僕がこれは難しいなとか、こんなん現実的じゃないなとか、あこれは無理だなって思うことを当たり前のようにやってるわけですよ。だからいろんなものがつかめるんだなってことに、気づいたわけです。で気づいてみると、僕もジムでそれをやってるなって、思ったんですね。なので今まではね、無意識だったんですけど、まあそういうことを意識的にねやれるようになると、もっともっと自分が叶えたいことが近づくんじゃないかなっていうふうに思っています。ちなみに僕は10代の頃アクションクラブに入っていて、先輩から言われることってほとんど無茶ぶりだったんですね。お前これやれよとか、これできるよとか、はいとか言って、できますとかって、もう二つ返事でやってたわけですよ。やったこともないことをね。だけどそれを返事してからなんとかこなしたり、頑張って練習したりすることでどうにかなってたんですよ。でそれってね、すごくねいい習性だったなって思って、そこで言われた時に、いやちょっとやったことないっすねとか、いやそれはちょっと僕には難しいですとかね、うーんとかって言ってたら、そんなやつに任せたくないじゃないですか、人って。じゃあいいよ、もうお前じゃなくていいやってなるわけですよ。だからこの習性ってね、昔から僕持ってたなって気づきまして、そう、それをまあ意識的に使うことがとても難しいんですけどね、まあこれからはそういうふうにやっていきたいななんていうふうに思ったりしておりました。はい、ということで、まあ、僕がこうやって心がけていこうってことを、YouTube で話してみたと。でもしね、同じような状況だったり環境だったりの方が、あ確かにって少しでもね、まあ、思ってもらえたら、いいなと思って発信をしております。はい、ということで、僕の方からは以上となります。もうちょっとで、トレーニングするお家に到着しますんで、雨もね、霧雨が降ってます。この辺で動画は以上にしたいなと思います。はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。もし体を動かしたいなと、ジム行きたいなと思っている方、
いましたら、ぜひともアクションスタイルジム、概要欄に詳細が載ってますんで、ぜひ、まずは体験レッスンね、お問い合わせください。それから、僕が海外で何をしているのかっていうのは、海外用の YouTube がありますので、そちらも概要欄の方からぜひご覧ください。はい。ということで、僕からは以上です。いつもありがとうございます。イサムでした。失礼いたします。